じゃこ天屋下大阪、下大阪つる子さんです。23年目かな。天ぷらが美味しいのが作れなかった、作っては捨て、作っては捨てだったので、それが大変でしたね。半年間試行錯誤しましたね。まあ、メインはじゃこ天ですね。それに野菜天とじゃこカツ。こだわってるポイントはずっと鮮魚だけで作るということにこだわってます。で、生の魚だけで作ってます。これだけ小さい店で卸屋さんに卸すということもなしにやってるんで、美味しいものを作らないと売れないし、すぐ潰れると思うので、美味しいものを作ることに手を抜かないように心がけてますね。一番遠くまでは網走ですかね。もう日本全国ほとんど行ってます。冷めるでしょ、冷たくなるでしょ。そしたらオーブンで焼いていただいて、大根おろしでも添えて食べていただいたらいいし、お味噌汁の中に細く切って入れて食べてもらっても美味しいです。下坂さんの元気の秘訣は何ですか？おしゃべりでございます。もういろんな人とね、お客さんとおしゃべりするのが若さの秘訣で、元気の秘訣。いつも主人と夫婦漫才みたいなことやるよ。全部ハッピー。じゃこ天にこだわってこだわって作ってますんで、ぜひ一度食べてみてください。で、よろしいでしょうか。